なしなしなし、全部キャンセルになって消えてるっていう状況ですね。結構大打撃を受けてまして、おそらく年間売上の3分の2ぐらいはなくなるような勢いで。ラクマチチャンネル、こちらがゲストハウスの入り口になります。整えられたシングルのベッドが2つとソファーとテーブルです。コロナウイルスでお客様は入っていません。京都で外国人向けの宿泊施設を営む鶴岡真央さんから送られてきた動画。新型コロナウイルスの影響で外国人観光客が減り、お客さんが 90% 減ってしまったという。一人娘を抱えるシングルマザーである鶴岡さん。減少した売り上げをカバーするためにクラウドファンディングで資金を募るという。大掃除を今回は私がして、いろんな壊れてるところをメンテナンスしたりして、毎日お客様をお待ちしています。世界中で感染が拡大する新型コロナウイルス、今宿泊業界に深刻な影響を与えている。国の発表によると、今年2月日本を訪れた外国人観光客の数はおよそ100万人、昨年の同時期の半分以下にまで落ち込んだ。特に大きな打撃を受けているのは、住宅を宿泊施設として貸し出す民泊だ。海外からの利用客が激減し、経営が立ち行かなくなり、撤退を余儀なくされるオーナーも相次いでいる。外国人観光客が多く訪れる東京浅草で民泊を営むオーナーの田中さんに話を聞いてみた。2月は予約だけで本当は30数万まであったんですけど、キャンセルになってこう半分、3分の2ぐらいまで減りましたと。3月はキャンセル料が数万円だけ入ってきて、で4月はこれ予約入ってる風に見えるんですけど、これはニューヨークの方なんで間違いなくキャンセルになるだろうと。でそこから先は5、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3ってありますけど、ずっと予約が今入ってない、全部キャンセルになって消えてるっていう状況ですね。今まではもっと先のまで、あのこう未決済の棒があった。そうですね、あのずっと埋まってるわけじゃないですけど入ったりしてましたね。こんなことまさかって感じですよね。そうですね想像してない感じですね。この物件を含め合計8棟を所有する田中さん、9000万円で購入した4階建てのビルの一室を1000万円以上かけてリフォーム。去年の11月から民泊として運用している。1階2階が普通のテナントでして、で3階で民泊をやって4階に住んでるみたいな形に今なってますね。単に住むだけではなくて、そのうちの1フロア、何かできないかなと思ってて、いろいろな選択肢を考えたんですけど、まあ結局じゃあ民泊でやってみようかということで、目の前とかすぐ浅草で観光地ですので、ここだと 100% 外国人ですね。エリアはバラバラですね。アメリカの方、オーストラリアの方、ヨーロッパの方。管理清掃はもう自分たちでやってます。清掃はあの外部の方にお願いする時もありますし、まあ自分たちでやる時もあるっていう。9割近くは稼働していたと思いますね。異変を感じ始めたのは2月に入ってからだと思いますと。2月に入ってきて、その段階で4月いっぱいまでの予約がまあほぼほぼ満ち埋まってましたと。でそういう状況だったんですけれども、なんか問い合わせがポツポツと、これ大丈夫なのかなという問い合わせが入るようになってきましたと。ダイヤモンドプリンセス号がわーってこう世の中に話が出て、本格的にちょっと日本ってやばいんじゃないのと、行きたくないんだけどみたいな、具体的にキャンセルしたいよみたいなお話が出てくるようになりました。今まであった予約がどんどんキャンセルになっていきまして、結局2月の後半からは全てキャンセルになって、そこからずっと空いてるっていう、そんな感じになりますね。予約ゼロになりますね、はい。コロナの前の月間の売り上げはどのくらい？30前後、まあだんだん上がっていって、2月が30ちょっと、3月が30中盤、4月も30中盤から40の手前ぐらいっていう予約の状況でした。建物を買った時のローンについては、基本的には1階2階のテナントさんの家賃だけで、十分回るというか回るような形の立て付けにしてますので、3階の民泊はもちろん、運営としてはきちんとやっていっ
ってるんですけど、まあおまけみたいなもんだともともと思ってるんで、これが入らないから何か資金繰りが詰まっちゃうとかそういうのはない状況であります。はい、この建物自体を、売りにも出してまして、2階買い付けが入ってるんですけど、まあそれも結局コロナの影響なんですけど、買い付けを入れてくれた方が中国の方なんですけど、春節の前に帰るって言って帰ってコロナが入って戻ってこれなくなって流れてるっていうのがあるので、もしキャンセルが入った場合ってオーナーさんには1円も入ってこないっていう仕組みですか？自分で最初に選択できるですね。主に Airbnb の場合ですけれども、キャンセルポリシーが大きく3種類あって、緩いのと普通のと厳しいのがありますと。で、厳しいのを選択してると、もう予約をされて48時間を超えた瞬間から少なくとも、チェックインの1週間前までの間にキャンセルすると半分、残り1週間を切ってキャンセルすると全部払ってくれるみたいな厳しいルールから、もうチェックインギリギリまでキャンセルしたら戻しますよみたいなのにもありますから、でそれをもう選択できます。で、私の場合は厳格というか一番厳しい条件にしてありました。コロナの話が出てもう相応に早い時期から Airbnb さんは、まあ、コロナ原因のキャンセルであれば無条件に返金しますよっていう風にしてました。いろんな方同じ状況だと思うんですけど、キャンセルのルールを厳格というかそういうのにしてあったとしても全然入ってこないっていう方が多いかなというふうに思います。でもその民泊を一緒にやってる仲間というかそういう方もしいらしたら、そういう方の状況とか何か耳に入ってることありますか？ああ、そうですね、もう皆さん場所によってはもう皆さんも本当に全部キャンセルになってる。ただ私が聞いた限り沖縄の一部の方は、いやむしろそのコロナが嫌で逃げてる来てる方がいるから、むしろ稼働率上がったよみたいな方がいらっしゃって、あすごいね沖縄とは思いましたけど、あとの方は大体みんな稼働率全然めちゃめちゃっていう風に聞いてますね。返済がこれないと困るとかいうわけでもないですし、今考えてるのはスペースマーケットさんで、まあ時間貸しみたいなものをするか、マンスリーの募集を、まあ、間口を広げるか、国内のお客さん向けに露出を拡大して国内のお客さんが泊まってくれるようにちょっと工夫をするか、まあ、そんな形で、海外のお客さんに頼らない形で、まあ、ちょっと運営の幅を広げられればいいかなというふうには思ってます。いくつか国内のエージェントさんにここを乗せてくれた手配をしているっていうところ、普通の賃貸でも入居つくと思うんですけど、し、まあ、ここの場所、非常にいいところなので、地下鉄の駅3つがそれぞれ3分、4分、4分ですので、まあ、困ることは決してないと思ってるんですけど。横浜有数の観光地、中華街の一角にある簡易宿所にも、新型コロナウイルスの波が来ている。オーナーの須藤さんは、祖父から物件を相続。およそ70万円で内装をリフォームし、4年前から運営を始めた。しかし今、売り上げが昨年の6分の1にまで激減しているという。これが昨年度の売上表の管理表になるんですけれども、うん、で2月が大体55万ぐらい、うん、で3月が60万ぐらいの売上になっていたのが、今年が急に少なくなってしまったんですけども、うん、2月が4件の宿泊か12万、3月も4件の宿泊でおそらく12、3万とかっていうところに今落ち着きそうかなという状況ですね。なので売上としては5分の1か6分の1ぐらいに下がってしまったっていうのが。でも固定費はないんですよね。固定費は、まあ、電気が水道代とかあとインターネット代ぐらいなので1万円から2万円の間だと思います。はい、それでもまあ10万円、まあ、残るといえば残ると。そうですね、はい。まあ、国の自粛モードがいつまで続くかによってこの売り上げも結構左右されるかなと。まあ、大体泊まられる方はファミリーだとかグループの方が多いので、まあ、この時期だとやっぱりこう春休みなので、学生さんたちがこう卒業旅行で来たりだとかっていうところが多いですね。国籍でいうとどうですか？半々ぐらいですね。中華街なので、まあ、普通の観光客の方、日本人の方もいらっしゃるんですけれども、あとあんまりその国籍は限ってないですね。例えば、まあ、アメリカもあればヨーロッパからも来るので、多種多様な形でお越しいただいてますね。キャンセルってあったと思うんですけど、はい、何件ぐらいにありますか？ちょっと数えられないぐらいですね。2、30件以上ありますね、キャンセルが。はい、おそらく年間売上の3分の2ぐらいはなくなっ
るような勢いで今キャンセルが増えてますね。そうですね、本当に痛手ではありますね。これだけで生活している方とかだったらもう持たないんじゃないかなって。融資の補助も出るっていうふうには聞いてますけど、あれもやっぱりすぐには出ないと思うので、この宿泊施設以外のことでフォローしていくしかないかなっていう気ではいますね、はい。この物件以外にも戸建てやアパートなどを所有する須藤さん、今回の件で普通賃貸の安定性に改めて気づいたという。やっぱり今回のコロナの影響を受けて一番実感したのが、普通賃貸は安定性が抜群ですね。コロナの被害を受けたからといって家賃収入、普通賃貸の家賃がなくなることはないので、月に100いくかいかないかとかっていうところがおそらくこの施設とか合わせて収入になるかな。そこからこの物件の分が減ると、そういうことです。結構打撃が大きいという状況ですね。生活に支障っていうのは出てないですか？そうです、幸い私まだ独身なんで、そんなに生活費用もかからないので、生活するには支障は出ていないんですけれども、最低半年、長くて今年中いっぱいまではおそらく影響を受けるので、これを機会にこの施設をちょっとリフォームもう少し加えてみてもいいかなというふうに。お客さん入っているとなかなかこう大きなリフォームができないので、4年こう経過してある程度、直したいなってところも出てきたので、これを機に直してしまおうかと思ってます。今後コロナが治った時に気持ちよく宿泊できるような施設にちょっと生まれ変わらせるいい機会だと思っているので、もう逆に休む時はしっかり休んで次の繁忙期に備えたいなというふうに思ってます。オーナーだけではなく会社にも影響が。東京渋谷区にある民泊の管理代行を行う会社、今民泊事業からの撤退に関する問い合わせが増えているという。影響だけが大きいですね。やっぱりキャンセルがどんどん来てるところで、やっぱり対応が難しくなっておりますな。一番不安がやっぱオリンピックもなくなったというか来年になる話もありまして、やっぱり売上的にそれも結構厳しい状態ですね。海外から資格目的で日本に来られる、もちろん国内から来られるお客様をゲスト様と呼んでいるんですけども、ゲスト様がまず減ってしまうという現象で、そのゲスト様が減ってしまうことによって収益が減ってしまいまして、その事業をされているオーナー様が民泊を撤退せざるを得なくなってしまう状況が発生している。大きく分けてこの2点の問題が起こっています。残念ながら撤退を決断されたオーナーさんも、実際のところはいらっしゃいます。割合的には今は2割弱ぐらいですね。最悪のケースとしては最大5割まで撤退することを決断されるオーナーさんはいらっしゃるんじゃないかっていうところは一応シミュレーションはしております。件数的に言うと10前後ぐらいですね。今のところ撤退を決断されている方に関しては転退の方がほとんどです。所有されている方が今後仮に撤退をするって話になってくると、じゃあその物件を売却するのか、違う形で収益化するのか、賃貸にするのかっていうところもう少し深いところまで考えていかなければならないので、なかなかそのステップを踏み出しづらいのかなっていうところはあると思いますね、はい。オーナーの負担を少しでも減らすため、この会社では管理費を今年の6月末まで無料にするなどのキャンペーンを3月から始めている。このキャンペーンを新規オーナー様に限って提供をさせていただいております。これを行うことによって、売上が少なくても、僕らがいただく報酬が、この期間中は発生しないので、売上がほとんど自分の報酬になるよ。でこの期間は売上が低いですけども、その期間だけ耐え切っていただいて、コロナが収束した後に通常の管理費の請求で運営をさせていただく形になるので、実際私どもやっぱりオーナーさんが減っていくだけで売上が減っていっているので、かなり厳しい状況にはあるんですけども、そこは弊社内でできる限りの経費削減だったりとかっていうところを行うことでこのキャンペーンを実現させていただくことが一応できている状況ですね。で今民泊のそもそもの業務が自体が減っているので、そこの人員を例えば違う部署に一旦移して違う業務をやっていただく、実際清掃していただく方に清掃していただくためにフィーを支払ってるんですよね。ただそういったところをちょっと外部的要因に頼らず社内のスタッフで清掃行くことによってそこを削減することができるので、今回の件は全てネガティブに考えているわけではなくて、もちろん撤退されるオーナー様いらっしゃることながら、ここが解決した後の話を、どんどん進めていこうと思ってます。東京オリンピックの延期により今後ますます苦境に立たされることが予想される民泊、ここまでの非常事態を事前に想定しておくのは困難だが、
通常の賃貸業とは違ったリスクが伴うということは念頭に入れておきたい。楽町チャンネル登録よろしくお願いします。